サークル系四国株式会社は、かつて、愛媛県松山市に本社を置いていた企業。ファミリーマートのエリアフランチャイザーであり、かつ、同社の完全子会社であった。愛媛県、香川県、高知県、徳島県と広島県芸与諸島における、コンビニエンスストア、サークル系のフランチャイズ事業及び店舗経営、運営指導を行っていた。 西瀬戸自動車道全通で航路が廃止されることによる離職者対策事業でもあった。2014年3月時点の店舗数は175店舗となっており、サークル系サンクスのエリアフランチャイズ会社では最大の店舗数を管理していた。なお、エリアフランチャイズ契約は無期限となっており、かつてはカフェ専門店の直営も行っていた。近年、サークル系サンクスは 地元資本によるエリアフランチャイズの完全子会社化や契約満了による同業他社への倉替えが相次ぐ中、四国地方ではセブンイレブンの出店構成の強化や、さらには 3F 中四国の 3F 本体との契約終了、ローソンへの倉替えを発表するなど競争激化が進んでいることから、2014年11月21日にサークル計算クスは、 同年12月1日付で、サークル系四国の筆頭株主である、今大コーポレーションの保有する株式すべてを取得して、完全子会社化すると発表した。完全子会社化後、四国地方の営業強化を図るため同社の主導で、同じサークル系サンクスのエリア FC で先に、完全子会社化したサンクス西四国が運営に関与する、 サンクス店をサークル系にする、リブランドする統合を進めた。その結果、2015年3月から8月にかけて、サンクス東四国の蔵替えに伴い本部直轄となったサンクス店舗とサンクス西四国の店舗が順次、サークル系にリブランドを完了したほか、本部直轄店舗として同年2月に高松男子店が開業している。2016年11月、 親会社のファミリーマートは、四国地方でのコンビニエンスストア事業の拡大、ファミリーマート店舗への転換を促進するため、同社の事業を継承し、運営を行うことが有効であるとし、同社の事業を会社分割と吸収の方法により、翌年3月1日を、効力発生日として統合すると発表した。予定通り同日をもって、事業会社としては消滅し、生産会社となった。 既存のファミリーマートに近接する店舗など、一部の店舗はファミリーマートに引き継がれず廃店となった。ケースカーフ松山大改造店、四国4県の警察本部と提携し、店頭に防犯情報を表示する電光掲示板を設置していた。これがサークル系四国の運営対象外のサークル系店舗との識別点であった。うち、 サークル系サンクス本体への吸収合併実施のエリア FC 会社あり、サンクスアソシー,イーツ東四国のセブンイレブンへの、蔵買いなどサークル系、四国の店舗運営会社を完全子会社家チェーン間の店舗争奪戦に備え、四国のサンクス、サークル系に、天名統一愛媛新聞2015年2月28日、当初サンクスとして開業予定だったため、 同店を運営する福吉は、両県で本部直轄の店舗を複数運営している。なお、同店は近隣にファミリーマートがあることなどから政治対象となり、2017年10月末に閉店している。ファミリーマート、サークル系四国とサンクス西四国のコンビニ事業を継承電気自動車、コンビニで充電を受けサークル系四国日本経済、新聞、 2013年5月20日閲覧。サークル K 四国株式会社の株式の取得に関するお知らせ。株式会社サークル K サンクス。2014年11月21日閲覧。K、エスカフェ閉店のお知らせ。ファミリーマート、新居浜市役所前店同店は、Q サンクス店。もともとこの事務所は、Q サンクスアソシエーツ東四国が使っていた。 もので、同社の倉替え後に本部に譲渡された後、サークル警視国に移管された。ありがとうございます。